えー、こんにちは今日はつれずれ草を読むの第82回で82段になります、えー、私毎回ですねこのさらっと見かけでこの文章を見てこれは調べないとわからないなっていう時と結構いけそうだなあって あの向き合ってみよううかというねあの両方の評価をするんですけどこれはなんかね一瞬見た感じもう速読みたいなもんですけども何か文章の書き方とかね絵の描き方みたいな,なんかそんなことが書かれているようですねどこに手を入れるべきかっていうねだからこれいけそうだなと思って。 えー、始めてしまったんですけどもあとは鍵ががついいてるとありがたいですね会話のやり取りっていうのはその人物が見えるので非常にありがたい。でただしふっと思うのはこの「つれづれ草」の原文においてはこの「天丸」ですとかね「句読点」あるいは「鍵」なんていうのはないわけですからね。私元の字面見てませんけど 下手をするととひらがなばっかりとかね、あ,あそうか漢字入ってるかあるいは漢文的になってるのかななんていうね時々あの疑問に思うんですけどねどっかで誰かが書き下しではないでしょうねそんなこともあの学者の先生は研究しているのだと思うんですけど我々が目にするのはすでにこんなふうに印刷されて活字になって。 並んででるわけですけすどもねでこれはあの毎回お話ししてますけど私が解釈ではなくて音読をして準備をする過程も皆さんに見ていただいてえちょっとあの引っかかったところをお付き合い願ってで最後に私が通して読み上げるということをやっているシリーズです。で問題はあの目標はあの皆さんがご自身で音読してね ああつれずれ草を読めるよというねその読めるための手がかりになればいいなと思ってね私も迷っているわけですけどもそんなふうにであります、うんえー、ではそのための手がかりというのは文の区切りですとかちょっとした印をつけながら読みやすくなるように、えー、あの 分けけていくわけです切れるところとかアクセントとかねこんなことやりますではまあきましょうか第82弾ですねああちょっと面白いですね薄物の表紙は「徳存ずるがわびし式」薄物の表紙「尊、うん、ずるがわびしき式びし式」もいいですねと人の言いい詩に。 人が言ったんです「薄物」って何じゃろうなって考えるとこの「薄物」っていうのはどうも冊子でしょうかね本でしょうかねうん、あ違うかなんか紙しも」なんて出てきますけどうん何だろう「薄物」っていうのはこれ私あの最初本かと思ったんですけどもね「薄物」の表紙は本でしょうね。 とく存ずるがわびしき」「早くその表紙がすれちゃうのはわびしいよね」と人が言ったと「とんな」が「とんな」「とんな」ってなんか偉い人か「とんな」という人が「薄物は神下ははつれ」薄物は上上下か「薄物は神下か」「薄物は神下はつれ」 紙錠ってやっぱりこれあの本でしょうかね輪とじになってるねあの中になんかこう貼ってあるのかね表紙がついてるのかねそれがあの上としてがすれちゃうと「はれ」「上下はつれ」じゃなくてね薄物は「紙下はつれ」っていいと思いますけど螺鈿の軸は貝落ちて後こそ「いみじけれ」って言って「いみじ」っていうのは何回も出てきますなかなかいいよ っていうね、私はなかなかいいよって言ってるんですけど螺鈿っていうのはこれまあ、うん、掛け軸なんだろうか螺鈿っていうのは確かあの皮皮をこうすいてねそれを軸に軸っていうのは貝が埋め込んであるのか軸に掛け軸あるいは 何でしょうかね貝が埋め込んであるそこから貝があの落ちちゃうとそれが落ちちゃったと方がなんかなかなかいいぞと申し半べりしこそですこそといったら鹿鹿というねかかり結びと言われまして強調ですね意味づけりいやちょっとすれちゃったりね落ちちゃった方がいいんだよっていうのは心まさりして覚えしか心まさり。 心まさしして覚えしかってそれを聞いた時はね「うんそうだ」って心まさりっていうのはあの同意でしょうかね「うんそうだ」っていうね同感っていう感じなんだろうかな。えー、で先へ行きますね「一部一部とある宗子などの一部一部とある宗子一部とある宗子などの」 同じようにもああららぬ、あらぬをここで切れます。一部とある宗子などの同じようにもあらぬを見にくしといえど、うん、一部とある宗子のある種の宗子これもあの本でしょうが同じようになってないのを見にくいなと言うけども こういう図といういと人が出てきますね物を必ず一具に整えんとするは拙なきもののすることなり不具なるこそよけれとそうか物を必ず一具に整えんというのはみんな同じようなふうに揃えるというのは拙ない。 いいってまさに拙いんですけどね下手とかね上手じゃないとい拙なきもののすることなり、えー」その本の体裁を全部同じようにしたっていうのはそれね棄ないことだと拙ない人がすることだと「不ぐなるこそよけれといいしも意味く覚えしなりと」「ふぐなる」一具とこの「フグが大立になってますね。うん 揃うん。でこれもあの前回言いましたけどなんか哲学を <laughs> 感じるところですね。でこれある人ってありますからまた誰が言ったかっていうとが言ったこととかねこう,こういう想図が言ったことでまた別の人が言ってますね。すべて何も皆ことの整りたるは ことのとと。とと、ととのとが上がってますね。トトががトノトトノととのおりたるわのたが。ことのととのおりたるは。すべて何でもみんな。こ、あ、あるものが整っちゃったのは悪しきことなり。と整うっていうのはよくないと。面白いですね。整ってていいですね。って言うけども。悪しきことなり。しのこしたるを。 し「しのこしたですねしのしの」しのが上がってますね。「しのこしたるをさてうちおきたるは面白く生き延ぶる技なり生き延ぶる技なり代理作らるるにもらるるにも」。 これも面白いですねちょっと残しといた方がいいよと完全に仕上がっちゃって、ね、さて家をきたるちょっと仕上がんないで置いとくっていうのは面白いよ生き延びるんだとなんかき生き延びるっていうところがあるそれ完成しちゃうとか整っちゃったらもうおしまいだで代理はまあおうちでしょう代理作られるにも必ず作り果てぬところを残すことなり面白いですね。 代理代理っていうのは道かな代理代代理なんて言いますけどね代理まあ何でもいいでしょう家とか道路を言ってんのかな必ずちょっと仕上がらないところを残すんだととある人申し半べりしなりとああ面白いですね代理 こちら創始で完全に整っちゃわない方がいいという言い方ね先見の作れる内芸の踏みにも先見は私たちの先輩の賢い人が作った内芸の踏み商談のかけたることのみこそ半べれどっか抜けてる商談のかけたることのみこそ こことのみこそほぼ力入ってます。というようなことですがまたこれも私の評価でいうそうね細かいあの言葉を調べれば分かるんですけどもの、えー、を仕上げるというどういうものについて言ってるのかいろいろありますがね。 物を一部に整えん何か仕事折りのものが挙げられてるんですけどそれも全部仕上がって整っちゃったっていうものじゃない方がいいちょっと崩れてるとかねちょっと傷がついてるみたいななんかそんなものの面白さがある。でこれもあの81段とつながっています前段とね前段で言っていたのは何、えー、か ちょっと古っぽいなっていうんだけどそれそのままにしといた方がちょっといいんじゃないっていうふうな言い方してるでそれをもうちょっと82段というのはつながっているようですねそのテーマで取り上げたものの流れがねそんなこと感じますね。ですからうんあの細かいそのものが何であるかっていうのはまあ 交渉になるわけですけどねその時代の何を言ってるのかっていうのはあるんだけどそれが分からなくても何か私なんか7割ぐらいこれ面白いなというふうに感じて読めました。というところで、えー、通して読むことにしましょうか。第82段薄物の表紙は とくんずるがわびしきと人のいいしに「とんなが薄者は神しもはつれ螺鈿の軸は買い落ちて後こそ意味じけれ」と申し半べりしこそ心まさりして覚えしか一部とあるうしなどの同じようにもあらぬを醜しといえど こういうい宏ずがものを必ず一具に整えんとするはつたなきもののすることなりふぐなるこそよけれと言いしも意味じく覚えしなりすべて何も皆ことの整りたるは悪しきことなりしのこしたるをさてうち起きたるは面白く 生き延ぶる技なり代理作られるにも必ず作り果てぬところを残すことなりとある人申し半べりしなり先見の作れる内下の文にも商談のかけたることのみこそ半べれうん今読んだところでうん。 物を必ず一具にっていうと何かこの何かを揃えるっていうねこれもなんか一般的な思いついたのは本棚に本をきちんとこうなんか揃えるとびっちり揃ってるというと何か生命感がないっていうんでしょうかねこの終わりから3行目にある生き延る技なりっていうのがね これはあの絵なんかでもなんかそうですよねきちんと構図ができちゃって破綻がなくてきちっと収まるのは機械的なものはそうなんだけども人間が描いたどっかふるっとこうゆゆ緩んでいるというかなちょっと外れたところがあるとそれが動きを持っているですからよくあの美人なんていうとねきちんと整ってまんべんなく美人の顔っていうのは美人は飽きるなんていうふうな言い方しますけどもね。 どっかその外れるというかそういうものが生命感を持っているっていうねそんなことまでちょっとあの思わせてくれました。というところでこれで終わりにいたします。どううもありがとうございました